フェアにやればいいと思うよ、賛成も反対も含めて。そしたら天皇の抱えてたいろいろな問題も、昭和天皇の問題もその表現がきっかけになって議論の場に浮上してくるじゃないですか。人畜無害な富士山やね、人物が描いてんじゃないよって言いたいよね。大浦信之と申します。職業は絵を描いてたり、最近はずっと映画制作ですね。あんまりこう社会に出ていくのが得意じゃないんだよね。まあ、だから絵とかさ、そういうものを作ることをやってんだろうなと思う。22、3ぐらい、3ぐらいの時かな、何かね、このまま自分のイマジネーションだけで絵を描いてると、そのイメージが枯れていく自分が気が付いたのね。こう枯渇していくというか、それでじゃあニューヨーク行きたいなと思ったで、言葉も民族も違う中にいた時にふっと自分って何だろうみたいなものに素朴にこう至ったんだろうと思うのね。その時にじゃあ自分の自画像を描けば描けねえなしに自分自身であるわけだから、その自分自身を見つめていく作業をしていけばいいだろうと思ったと思うんですよね。そこに天皇を重ねて合わせていく。これがニューヨークで考えて日本で刷った作品「遠近抱えて」です。これが82年から83年に、日本へ帰ってきてシルクスクリーンと赤版画で、併用しながら作った作品ですね。ある種自分の基本的な要素みたいのは出てるなと自分で言うのもなんですけど、非常にポエティックなんですよね。そういう静かなポエティックな要素がやっぱこの作品にあるなというのは今見るとね。まあ、その「遠近を抱えて」っていう作品は14点シリーズなんですけども、まあ、版画です。そのタイトルがね「遠近を抱えて」ってつけたのは簡単に言えば西洋から我々が学んできた遠近法を逆転させようと思ったらね、だからその遠近を抱え込んでさ、肩にね、それで抱えて歩いていくと。そうするとそれは遠近法、今まで学んできた遠近法じゃないじゃないですか。でそれをまあ覆すっていうようなこう意味があったんね。天皇っていうことで言えば自分の自画像を作ろうと思った時に出てこざるを得ない天皇ってことですよね。自分の中にある内なる天皇っていうものですよね。遠近を抱えてが結果的にはまあ大きな問題になったんですよね。なったんですけども、そのきっかけっていうのは富山の近代美術館で展示を30何人作家を選んで展示した中の僕もその一つだった。そこに遠近を抱えてを展示してたんですけれども、会期中は何も問題ないし、美術館はその中の4点コレクションしたんですよ。だけどその終わって1ヶ月ぐらいしたら富山の議会が問題にしてけしからんということだったんですよ。結果的にですけど、それから何年か経ってですけど、そのカタログが余ってたわけですよね。470冊、それ全部燃やしちゃったんだよね。裁判をしたのはそこからかな。一審はほぼ1回勝ったんですよ。条件付きで勝った。まあ、でもそれは行政裁判だから行政の非を認めたと。で第2審の高裁では僕たちが負けて、で最高裁行ったらその棄却だったんですね。足掛け7年かなでしたね。少なくても天皇を批判するために作ったわけではもちろんないから、そうしてできてきた作品に対してもう少しこう違うところから柔軟な考え思考を持ってこう議論できると、作品を作っていくこう自分の意味っていうものもなんかあるのかなと思うんだよね。だからそれ以前のところで止まっちゃって、まさに断罪されるような形の批判は非常にこう発展的じゃないんでね、非常に悲しいことだなとは思いますね。だから天皇っていうのはやっぱ相当タブーなんだよね。タブーみたいね。よくわかんないな。なんでタブーにするんだろうね。作ったからには自分の責任ですよ。ましてや自分の自画像を作ろうと思って、そこに天皇を重ねようと思ってやった、その作品を否定する、自分で取り下げてなかったことにするんだったら、自分を否定してるようなもんですよ。そんなことは俺はしないよね。これからだって民族のアイデンティティは天皇制にあるんじゃないと思うね。縄文にあると思ってるんですよ。縄文の持ってる土器なんかにある渦巻きとかあるじゃないですか。あれは普遍性ですよね。人類の一つの想像力というかさ、風の渦巻きとか波の渦巻きとかさ、川だって渦巻いてるじゃないですか。川の下の方ではね、まさに渦巻きのようなね、こう螺旋していく社会のありようっていうのが、なんかこう現代の縦軸で構成された社会、あるいは大文字のね歴史に対するこう一つの批判になるんじゃないかなと思ってさ。天皇制はどうしてもさ縦軸じゃないですか。まあ、ピラミッドと言ってもいい。縄文は要するに決定論に至ってないじゃないですか。全て可能性を含んでると。だからそういう混沌とした世界にこそ可能性があるんじゃないかなと思ってんだよね。